どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日もね、動画をご視聴いただきましてありがとうございます。本日はですね、ANA が国際線のうんちをね、リニューアルいたしましたので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。 ということで、今回ですね、ANA が国際線の運賃のリニューアル及び刷新をね、行ったんですよね。こちらね、もうね、7月からね、こちら導入されておりまして、プレスリリースとか多分なかったと思うんですけども、私が見逃してしまっただけかもしれないんですけどね。まあ、こちらもね、導入されておりまして、今購入するとね、もう新しいね、あの、名称とかね、導入されている状態になってるんですよね。 またね、今回新しく導入されたね、あのうんちをね、購入するとですね、なんとね、ダイヤモンドステータス持ってても事前座席してね、できなかったりいたしますので、まあ、ここら辺ね、注意事項も含めて一緒にね、解説やっていきたいなと思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、こちらがね、公式サイトになっておりまして、 国際線運賃選択肢が広がりますということで、変更ポイントがね、記載されております。お客様の旅のスタイルに合わせて最適な運賃が選べますということで、まず一つ目のポイントが、運賃名称のリニューアル。さらに、運賃のラインアップを刷新で、二つ目ですね。 緑定の変更、払い戻しに加えて、預け入れ手荷物や事前座席指定も選択肢が広がりますということで、こちらはね、今までの運賃種別になっているわけなんですけども、今回ね、こっちが、えー、今後ね、適用されるって言った形になります。ちょっとね、こちら見づらいので、私の方でね、まとめさせていただきました。 それがね、こちらになるわけなんですけども、えー、まずね、上が急運賃ですね。6月までに利用していた、このスーパーバリュー、スペシャル、フレックス、スペシャル、バリュー、ベーシック、フレックス、フルフレックスですね。まあ、これがね、7月から変わりまして、ベーシック、ライト、バリュー、バリュー、プラス、クラシック、スタンダード、フレックス、フルフレックスっていった値になります。で、こちらはですね、名称が変わったということで、縦でね、見ていただいて、このね、スーパーバリューがね、名前が変わって、ライトになって、 スペシャルになったの、スペシャルだったのがバリューになって、フ,ルえフレックススペシャルがえバリュープラスになって、バリューがクラシック、ベーシックはスタンダード、フルフレックスとフル、えフレックスとフルフレックスはえそのままっていた味になります。で、今まではですね、このスーパーバリューっていうのが、まあ、一番下のクラスだったんですけどもえ、その下にですね、もう一個ね、新設されて、ベーシックっていうのが新しくね、追加になりました。で、変更払い戻しに関しては、まあ、こちらね、名前が変わっただけなんで、え変わって、 おりません。で、変わった点としてはですね、このまずね、新しくスーパーバリューの下に、えベーシックっていうね、運賃が新設されます。これがね、ちょっとわかりづらいというか、今までベーシックってこっちで使われてたんですけども、このベーシックはこのね、一番下のクラスに、まあ、登場するって言ったがになるんですよね。で、スーパーバリューの一個ね、下ということで、 払い戻しも変更もね、利用することができません。で、ベーシックに関しては、このね、ビジネスファースト、プレコとかにはね、設定がなくて、まあ、エコノミークラスのみになるわけなんですけども、無料の手荷物個数なんですけども、ベーシックを含めた、ベーシック、ライト、バリューに関しては、エコノミークラスで無料の手荷物個数が0から2個ということで、路線により変動になるんですよね。ですので、 こちらはね、0が入ってるっていう風になりますんで、もし0だったらね、有料っていう感じですよね。まあこれはね、ちょっとびっくりしたわけなんですけども、ベーシック、ライト、バリューに関しては、無料の手荷物の個数はね、0から2個ということで、路線により変動になるっていう形に、 なります。で、またね、事前の座席指定なんですけども、これもね、驚きのベーシックに関しては、全ステータス共通で指定することができません。これね、非常にびっくりしたわけなんですけども、ANA のダイヤモンドプラチナを持っていたとしても、今後ね、ベーシックで航空券を購入された場合、 座席指定することがね、できないって言いたがちになるんですよね。まあ、これは、えー、ベーシックの運賃のみにはね、えー、なるわけなんですけども、全ステータス共通ってのはね、正直びっくりですよね。で、えー、ライトバリュー、バリュープラスに関してはですね、今まで通りね、プラチナダイヤモンドの方に関しては、このね、座席指定は免除ね、されるみたいなんですけども、えー、SFC とかね、私もそうですけども、このね、ステータスじゃない人たちは、まあ、有料で、えー、座席指定がね、 するって言った形になります。まあ、こちらね、あくまでもね、航空券を購入した時のね、話になりますんで、特典航空券はね、別になるわけなんですけども、まあ、今後はね、座席指定に関しては、こういった形になります。で、無料の手荷物個数なんですけども、ベーシック、ライト、バリューに関しては、先ほど言った通りね、0から2個で路線によりね、変動になるわけなんですけども、 バリュープラス以降のえバリュープラスクラシックスタンダードフレックスフルフレックスに関しては今まで通りのね2個がまあ引き継がれて利用することができるっていうた配になります。で、またですね、スタンダードフレックスフルフレックスの方に関してはエコノミークラスでも座席指定がね、事前で指定することができるということで、まあ、今回のね、まあ、大きな変更点としてはこのベーシックっていうね新しい運賃クラスがね登場したっていうのと このね、エコノミークラス、全ステータス共通で、事前座席はね、あの、することができないっていう点ですね。これね、ステータス持ってたら免除されればよかったんですけども、されないというね、ですのでね、この点はね、本当に注意してください。またね、ベーシック、ライト、バリュー。まあ、路線により変動ということで、環境路線とかだったらね、もしかしたらゼロとかね、そういったことも、まあ、あるのかもしれないということで、まあ、ひとまずね、この路線によりね、この手荷物の無料範囲が変わるっていうのは、 ぜひね覚えておいていただきたいなと思います。 で、先ほど説明したね、無料手荷物個数の部分なんですけども、まあ路線によってはですね、エコノミークラス0から2個に、ね、なるわけなんですけども、ステータスを持ってたらね、どうなるのかっていう話なんですけども、まあ一応ね、おさらいにはなりますけども、ANA のね、こちら公式サイトになりまして、まあエコノミークラスであれば、無料プラス1個って言った8になるんですよね。ですので、ブロンズ、プラチナ、ダイヤモンド、SFC 持っている方に関しては、 ま、仮に元々はゼロであってもね、1個ね、無料で利用することはできますので、ま、この手はね、ま、大丈夫かなと思うんですけども、ま、荷物が多い方とかはですね、今まではですね、2個ね、利用することができて、ステータスプラス1個ね、ま、合計3個までね、利用することができてたわけなんですけども、ま、今後はね、そちらも、ま、変更になる可能性がね、あの、運賃次第ではね、ありえますので、ま、この手はね、本当に注意ね、していただければなと思います。 はい。ということで、こういったことがですね、NA の方でね、導入されたということで、まあ、今回ね、解説させていただきました。で、これがね、今後どういった感じでね、公式サイトの運賃ね、あの、購入する際にね、見れるのかっていう話なんですけども、ちょっとね、ハワイ路線ね、調べてみたいと思います。はい。東京からね、ホノルル調べると、まあ、これは10月の28日のね、運賃ですけども、 まあ今までですね、こういった表記がね、なかったらしいんですけども、事前座席指定可能全席無料とかね、無料預け入れ手荷物2個っていうのはね、表記されているわけなんですけども、今までね、こういった表記はね、なかったらしいんですけども、ま、今後はね、ここを見てね、どうなのかっていうところと、あとここね、座席指定ね、かとかね、書いてありますよね。ま、こういったところでですね、確認していただいて、今後はね、購入していただくって言った形に、 まあ先ほど言った通りですね、こういったベーシックとかライトとかバリューとかね、選んでしまうと、路線によってはですね、預けていい荷物ね、もともとゼロだったり、もしくはベーシックだったらね、もう事前の座席してね、できないとかね、まあ、そういったこともね、考えられますので、この点はね、本当にこのベーシック運賃でいうのはね、本当に気をつけて利用、ね、してみていただければなと、 思います。それでは次にですね、先日ね、23万マイルが獲得できますということで、えー、動画ね、作らせていただきました、ANA JCB ソラチカカードなんですけども、なんとですね、応募はね、かなり殺到しているということで、えー、動画内で,ですね、こちらのね、えー、マイトモプログラム、ANA のね、キャンペーン紹介させていただいて、まあそちらのね、紹介番号と、 え、名前ね、入れていただければ、プラスマイルがもらえて、さらにね、ポイントサイトを経由してっていう話をね、させていただいたんですけども、マイトムプログラムの方はね、今もね、利用することができますので、概要欄にね、記載ありますんでね、ぜひご利用いただければなと思うんですけども、残念ながら、ポイントサイトの案件ですね。ずっとね、ANA JCB ワイドゴールドカードって、ポイントインカムにずっと案件あったんですけども、申し込み殺到により、 案件がね、枯れてしまったということで、現在ね、このポイントインカムでですね、この ANAJCB のね、ゴールドカードの案件ですね、ないんですよね。で、これはですね、正直ね、 今後復活するかどうかね、かなり殺到して発行された方多いので、多分ね、復活させないんじゃないかなって私はね、個人的に思っておりますので、もしね、ポイントサイトのね、案件復活するのを待ってるっていう方はですね、まあこれね、ちょっと難しいところなんですけども、このね、公式サイトのキャンペーンもかなり衝撃的ですので、終わるんじゃないかな っていうね、それもちょっと心配になるぐらい、今回ね、最大23万マイルということで、めちゃくちゃもらえるマイル数ね、多いっていうふうになりますんで、こちらもね、ぜひね、頭入れといて、あの、発行するかどうかね、ご自身で検討していただければなぁと、 思います。23万枚売って過去最大のキャンペーンになりますんで、まああの、聞いた時にね、殺到するだろうなとは思ってたんですけども、やはりね、ポイントサイトの案件はね、枯れてしまったっていうふうになりますんで、まあ復活するかどうかね、私の予想は多分復活しないと、 思うんでね。まあ、ここはね、ご自身の判断で決めていただければなと思うんですけども、まあ、ひとまず、あの、案件自体はですね、なくなってしまいましたので、この点ね、覚えておいてください。で、またですね、今回ね、ポイントインカムね、登録された方もね、かなり多いと思うんですけども、今ね、必ずもらえる Amazon ギフト券1000円キャンペーンっていうのがやってるんですよね。 ポイントインカムに新規登録していただいて、今回ね、a n JCB ワイドゴールドカード発行された方はですね、新規でね、登録しておりますので、今月中にですね、ポイント交換していただければ、Amazon ギフト券1000円間違いなくもらえます。来月メールでね、届くと思いますので、ぜひね、今月ポイントインカムね、登録した方はですね、簡単な案件ね、利用していただいて、 ポイント交換していただければ、アマゾンギフト券1000円ね、もらえちゃうっていうふうになりますんでえ、ぜひね、利用してみていただければなぁと思います。で、何かね、案件を利用しないと、まあ、ポイント交換ね、できない方がほとんどだと思いますので、まあ、どれでもいいんですけれども、こちらのね、即追加案件ね、このカテゴリーから探すってい,というところのを即追加ね、押していただくと、こういったね、即追加の 案件がね、ババッと出てきますので、ま、ああの、30日無料でね、なんか、えー、利用していただいて、ポイントもらえればですね、ポイント交換できますので、まあ、この即追加であればですね、すぐね、ポイントもらえますので、ポイント交換期限は今月末までに交換していただければ、マゾンギフト券ね、1000円もらえちゃうっていうふうになりますので、まあ、今回のタイミングでね、せっかくポイントインカムね、登録したのであれば、案件ね、利用していただければなと思うんですけれども、ひとまずね、あの、即追加じゃないとですね、 あの、今月までのポイント交換に間に合わないと意味がございませんので、この点だけね、注意して利用ね、していただければなと思います。で、またですね、ずっとね、案件が消えていた、ね、セゾンプラチナの、えー、アポロステーションイデミツカード。こちらね、セゾンと、えー、イデミツクレジットがね、発行している、まあ、クレジットカードで、えー、年会費2万2000円かかるんですけども、私ね、こちらのビジネスカードで、ね、今、プライティパス使ってるんですけども、こちらね、 個人カードの方のプラチナカードでお勧めさせていただいてるね、クレジットカードの一つなんですけども、22000円で案件ね、復活したっていうよりかは、ポイントインカムスからね、特別 URL ね、いただきました。こちら概要欄に載せておきますので、利用されたい方はそちらからね、ぜひ利用してください。年会費22000円かかりますけれども、ポイントインカムから22000円もらえますので、銀行振り込みしていただければ、 一年間ね、無料で利用することができます。カード発行した後、えー、5月末までに5000はね、利用してください。そうすれば、えー、22000ポイントがね、獲得することができるって言った値になります。こちらのクレジットカードはですね、年会期22000で、プライオリティパスがね、プレステージ会員でついております。それだけではなくて、家族カードがね、4枚まで発行できるんですよね。ですので、合計、 5名まで、今回含めてね、プライオリティパス、えー、無料で発行することができます。で、しかもプレステージ会員、しかもレストラン特典も使えるということで、1年間ね、プレステージ会員ね、家族カードも含めて合計5枚ね、発行することができるっていうふうになりますんで、こちらね、あの、デスクで確認させていただいておりますけれども、今ね、家族カード初年度無料なんですよね。本当は3300円ぐらいかかるんですけれども、今ね、家族カード、えー、初年度無料ですので、5枚発行。 全部で4枚で本カード入れて、合計5枚ですね。発行していただいて、プラリティパスもね、全部プレステージ会員なんでね、めちゃくちゃおすすめです。で、またね、年間300万突っ込まれる方は、来年度以降ね、年会費無料になるね、めちゃくちゃすごいね、プラチナカードっていう風になりますんで、案件復活待ってたよっていう方は、ぜひね、利用してみていただければなと。 思います。プラチナカードなのにね、300万使ったら、翌年の年会費免除になるってすごいですよね。ということで今回ですね、ANA が国際線のうんちね、リニューアル発表いたしましたので、解説ね、させていただきました。いや、正直ね、ベーシックのうんちはね、びっくりですね。 ステータスでもね、事前座席指定ができないっていうのはね、驚きじゃないですかね。ちょっとね、発表されてね、結構びっくりしたんですけども、えぜひね、あの、お意見ある方はですね、コメントね、いただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に,に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで、TP 診断、マイル診断、マイルクリ診断、ポイントサイト診断ね、こちらから無料で利用することできますので、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。 それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ